お疲れ様です。今日はナースティック、エイミー、アイスさんの3人で地獄のヒートをやっていきます。皆さん頑張って。最初は上パンチです。頑張りましょう。膝を使いながら脇腹を伸ばし、しっかり天井に向かってパンチしていきます。リズムよく行っていきましょう。膝を軽く曲げることで全身運動になりますよ。さあ、しっかり息を上げていきましょう。次はバッククロスランジです。頑張りましょう。足を後ろ斜め45度のあたりに置いて戻します。両膝は90度になるように曲げていきましょう。グラグラしないように体幹にグッと力を入れて、上半身が倒れないようにしてくださいね。下半身燃やしてこう。反対足です。しっかり元の位置に戻っていきましょう。膝を曲げることが重要ですよ。上半身が前に倒れてきますので、しっかり上半身まっすぐにしましょう。みんな一緒に頑張ろうね。次はスクワットしながらバンザイです。足をワイドに広げて、手はくるっと返すようにして肩甲骨を寄せていきましょう。しっかり下半身は低い位置でキープしましょうね。上半身にも背中、下半身にも効いていきますよ。次は横パンチです。しっかり体をねじりながら横の壁に向かって力強くパンチしましょう。ストレス発散も兼ねてますよ。自分の脂肪は自分で燃やしていきましょう。頑張ろう。次は水平ねじりです。ウエストねじっていきますよ。下半身は固定して上半身だけねじっていきます。ウエストをギュッと絞るようなイメージで行います。息をフーフーと吐きながらリズミカルに行いましょう。みんなきついのは一緒だよ。さあ、1セット目ラスト2種目、振り返りアッパーです。体を横向きにして、下から突き上げるようにパンチを繰り出していきましょう。相手の顎を狙うようなイメージですよ。しっかり体幹を使ってパンチしていきましょう。うまくできなくても大丈夫、動き続けていきましょう。1セット目ラスト、反対側です。頑張りましょう。するときはしっかり膝も使っていきましょうね。グッとねじることで体幹や脇腹にも効いてくれますよ。腕もきつくなってきますが、1セット目もうちょっとで終わりです。ここで20秒間の長めの休憩です。皆さんお疲れ様です。後半も一緒に頑張っていきましょう。最初は上パンチからいきますよ。皆さん準備してください。しっかり脇腹を伸ばしていきます。天井に向かって力強くパンチしますよ。全身を動かせばカロリー消費も大きくなってくれます。上半身だけでなく下半身も使ってパンチしましょう。頑張れ頑張れ。次はバッククロスランジです。頑張りましょう。
グラグラしないようにリズミカルに行います。自分の体をもっと好きになるために一緒に動いていきましょう。大丈夫、みんなにはうちらがいるよ。さあ反対側です。一緒に頑張りましょう。膝は床につくくらいしっかり深くかがみましょうね。自分の限界は自分で決めずに一緒に限界突破していきましょう。次はスクワットしながらバンザイです。肩甲骨意識してね。からのこの体勢はきつい。下半身に乳酸が溜まってきますけど、一緒にやれば最後までできますよ。しっかり肩甲骨を寄せて両手を上げていきます。次は横パンチです。息を吐きながら素早く移動していきます。お腹にも腕、背中にも効いていますよ。自分の体をもっと好きになるために一緒に頑張りましょう。次は水平ねじりです。ウエスト絞っちゃうよ。しっかり呼吸しましょう。ふっふっふっと息を吐きながら体をねじります。お腹がへこんでくれると自信が持てますよね。みんなお腹をチャームポイントにしていきましょう。さあラストの局面です。振り返りアッパー、行きましょう。しっかり下から突き上げるようにパンチをしていきます。慣れなくても動き続けてる自分を褒めてあげましょう。昨日の自分よりちょっと成長した自分を褒めてあげましょう。さあラストの種目です。振り返りアッパー、反対側元気よくいきましょう。力強くパンチしていきます。相手が目の前にいると思って思いっきりいきましょう。最後まで頑張った自分を褒め褒めしてあげましょうね。最後まで思いっきり体力を使い切っていきましょう。うちらならできるできる。お疲れ様でした。